紅白二人のユーミンが共演サプライズで卒業写真も歌った大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦。57.20が31日東京渋谷の NHK ホールなどで行われ、松藤由美ミ68が史上初の本人同士の共演を果たしたデビュー50周年の今年はベストアルバムユーミン万歳を発売し、週間1位を獲得。 1970年代から2020年代まで6つの年代すべてで音楽チャート1位を獲得する異業を成し遂げるなどユーミン健在を力強く印象付けた年だったそんな1年の締めくくりに披露したのは収録曲の Call Me Back 旧世時代の荒井由美の歌声を最新の AI 技術で蘇らせ現在のユーミンとデュエットした時空を超えた夢の楽曲だ AI を使った楽曲制作は自身初 長い年月を経ても挑戦をやめないユ民らしいバイタリティで広い世代に音楽を届けた。50周年の今年は多くのバラエティ番組に出演した。10月放送の日本テレビ系、行列のできる相談所2時間 SP では好きな曲を聴かれ、どの曲も我がこのようなものなのでと返答。曲作りを脳のおさんという漢字と表現するなど、眼畜のある言葉で感心させていた。今年も数々の名曲を出産。 世界で大流行している80年代シティポップな曲調に乗せて二人のユーミンが調和した。続いて松東谷は単独で卒業写真をサプライズ披露。ファンを公言するアミノンラの前で名曲を力強く歌い上げた。そして同じくデビュー50周年を迎えた郷博美に60周年もここでお会いしたいですねと声をかけた。73回目を迎えた今年の紅白は改修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催。 同所での有観客での開催は3年ぶりとなった。司会は大泉洋。3年連続と橋本環奈。初桑小魔穂アナウンサー。2年ぶり4度目。 スペシャルナビゲーターとして、嵐の桜井翔も参加した。ゲスト審査員は、嵐、松本潤、プロフィギュアスケーター、羽生結弦さん、プロ野球ヤクルト、村上宗隆内野手、サッカー日本代表、森安はじめ監督、女優、芦田愛菜、黒柳哲子、福原遥か、歌舞伎俳優、坂東屋十郎、アーティスト西村博志堂、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田宮子氏。テーマは、ラブピースみんなで、シェア、コメント。 紅白のユーミン。楽しみにしていたけど、卒業写真の演奏にはがっかり。せっかくスカイのメンバーが揃ったのにな。やっぱり、原曲のアレンジか、一番。鈴木しげるのギターが響かないと、あの曲の良さが出ないと、コバルトアワーを聴く。紅白出場者は、受信料を払ってる人たちの投票で決めるべきですよね。誰がどうやって選んだか、回カ,カラン歌手が出て、受信料を払っている人たちのイベントです、とか言われてもふざけるなって、思います。 誰のおかげで飯が食えてるのかもう一度真剣に考えた方がいいですよ。AI とか意味不明。いらない。卒業写真だけで10分。卒業写真は歌声とか言う以前にこの名曲を選んだことに感動した。今回の紅白の全曲の中で一番の名曲でしょう。最新の AI 技術、ゲームのリアルタイムレンダリングでももっとマシな表現してるけどな。不気味の谷に超えないとこういう用途にはまだ使えないと思うよ。 不覚にも涙が止まりませんでした。いろんな思い出が蘇ってしまって、歌の力はすごい。ユーミンにやられた年末でした。ユーミンがいかに天才か、いかに神様か、がいまいち伝わっていない人も多いようだけど、もう我々下僕はユーミン様のお姿を拝見できるだけでありがたいと思わないと、別の女性自身の記事で歌声が劣化しているような失礼な記事があったけど、ライブで歌っているユーミンの Call Me Back に感動しました。にしても失礼な記事は許せないなぁ。 AI ミソラばりから3年を経ているから多少期待してしまったけど何も変わっていなかった卒業写真素晴らしかったです60年もとおっしゃっていてすごいと思いましたご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますよろし